匠ソフトの高井です。父読後感をしてまいります。2019年1月号特集が国家100年の計、大変大きなテーマ、重たいテーマになってますので、どの記事もどの対談も重たいです。1月号は重たいですね。読後感するのは本当にやりにくい、そういう感じです。やりにくいですけどチャレンジします。はい、今回の箇所は、人づくりこそ国づくり、日本の教育はこれでいいのか。教育ときましたね。対談、授業道場野口塾の、野口さんと野村学園大学の教授浦部健司さん、あ、浦部さんはあれですね、別のコーナーでもよくね、お話をされている教育者の方ですね。この箇所からですけれども、本当にね、もうこれでもかっていうぐらい止めどもなくすごい、話が展開されていた内容ですけど、まあその中で教育の主体がハウツーになっている、ハウツー。だからきっと私が感じたのは、その愛とか敬とかそういうものが欠如されてしまってるっていうことを言われてるのかなというふうに感じました。また経済的優位だけが将来の目標になっている、そんなことも感じました。もうね、お金持ちになるっていうことがね、人間になるみたいなね、そんな価値観というか目標というか、それだけになっちゃってる人間ってどうなのっていうことなんかなって感じますね。また人間はね、一生かけて学ぶもんなんだよっていうことをね、私たち知らなきゃならない。もう学校出てしまったら学ばなくなるっていうね、下手をするともうそこから出世街道に上がっていけばそれでいい話になっちゃうんでしょうかね。人間として学ぶべきことっていうのがあるっていうこと、まあスキルの部分でね、スキルですよ、技術とかテクニックの部分では私たち仕事の上でね、学んでいかないと生きていけないので学んでいきますけど、人間としてのこの部分っていうのはもう大学出てしまったら終わりっていうね、そういう傾向ないだろうかって、そんなことをねちょっと読んでて感じました。やっぱり就職で優位に立つための肩書きだったり学歴、それを得られればいい、そのための最終学歴みたいな、最終目標みたいな。だからもう20代、中盤ぐらいで人生が全てね、人生の学問、学ぶべきことは終わるっていう、そういうものではないよってことを言われてるんじゃないかなというふうに感じます。学ぶことの大切さは一生かけて人間になる、そういうもんじゃないかなというふうに思います。この間もニュースの中でですね、すっごい大学、ね、日本で一番と言われてる大学の大学生がアルバイト先でなんかトラブルを起こし、そのトラブルの恨みを持ってしまって、恨みだと思われるんですけど、その復讐にね、そのアルバイト先に行って、その別のアルバイトの人の首を絞めたっていうね、そんなことが報道されてました。これってね、ちょっと考えるべきだと思いますよ。スキルを学ぶのは確かに大事なんですけど、私たちは人間として学ばなければならないことがあるということ、それが欠如しているがゆえに起こってしまったのかなってちょっと感じますよね。人間として学ぶべきものがもっとその方にはあったのに、その方はその部分が欠落していたためにそのような事件を起こしてしまった、そんなふうに感じました。
感じましたね。一生かけて人間になるっていう姿勢は本当に忘れられてしまったのか、謙虚さっていうのはどこに行ったのか、初心に立ち返るとか、そういう言葉って今はないのでしょうかね。学校教育がハウツー重視の上に、こういう人間としての欠落した部分が負の要因となって、その負の要因が将来就職先、あるいは政治や経済の、主たるそのトップの方々になっていくわけですよね。そういう学歴を持った方々が。そして、人間収容ができてないために悪い負のスパイラルに入っていく。頭脳明晰で優秀で何やってもできる、ね、そんな人だけど人間性が著しく欠けている、人間性を全く高める気がない、まあ、そんなね、ことでは日本の将来ってね、本当に心配ですよね。だからこそこの教育者の方々が一生学びなんだよ、一生謙虚に学んでいかなきゃならないんだよっていう警笛を鳴らしているんじゃないかということを感じました。そして私に置き換えるならば、私もともするとずっとただ作業だけ、お客さんから依頼された作業をはいはいって横流しで、横流しじゃないですね、まあ聞いて、パパパパとやって、はいはいできました、はいできました、やってれば作業的には終わるのかもしれない。でもそれでは、本当はいけなくって、お客さんから依頼があった仕事を、これはどういう意味があるんだろうか、どういう使命があるんだろうか、じゃあこのようにやっていかなければならない、じゃあ将来的にはこうならなければならないんだろうか、いろんなことをこう考えながらお客さんのために、何ができるか、どうしていかなければならないか、こういうことを常に考えながら仕事に取り組まなければならないんだなっていうことを感じます。一生勉強ですよね。一生学ばなければならない、もちろんスキルも高めなければならないけれども、人間としてのこの心の部分のスキル、修養という部分も収めなければならない、そんなことを感じました。国家100年の計、やはり大きなところを語るには、やっぱり一番小さな自分というのをどう持っていくかっていうのに立ち返る必要があるように思います。だからこそ自分に立ち返って自分をどう研鑽するか、そのことに戻るべきなのかなというふうに感じます。皆さんはどうでしょう、重たいでしょうかね。でも大事なことだと思います。はい、そんなんでまたお会いしましょう。それではまた。